私は今の商品科学研究所というところにいるんでございますが、今は皆さんもご存知のように商品が氾濫している社会ですね。で、商品が氾濫している中で生活文化がどうなってきているかということを、一口で申せば、何事も便利に、何事も勉強しなくても簡単に運ぶということがいろいろなものの助けによってできるようになったと思うんです。で、いつ頃からかっていうと、私はだいたい昭和30年頃に家庭電化というのが始まりまして、そしていろんな便利な道具が登場いたしました。で、一番典型的な例でいうと自動炊飯器ですね。自動炊飯器が出てきまして、ご飯はボタン一つ押すだけで誰にも同じように失敗なく炊けるようになってしまったんですね。で、なってしまったというと、なんかまるでいけないことのようですけど、実はこれとっても女性にとっては福音なんです。女性がご飯を一人前に炊けないために、どんなに昔の我々のお母さんたち、母親たち、祖母たちが苦労したか、姑さんにいじめられたとか、いろんな涙の物語があるわけです。かまどの前でうずくまって泣いたなんて話は珍しくなかったわけですね。で、ところがボタン一つでご飯が炊けるようになって、もう私たちはその苦労から解放されました。で、それは我々の家事の省力化ということを象徴しているんですけれど、私はそのちょうど今から30年ぐらい前、昭和40年の前半でございますが、主婦業の温故知新というシリーズを新聞で連載したことがございました。温故知新というのはご存知だと思いますけれども、古きを訪ねて新しきを知るという言葉ですね。温故知新、だから古きを訪ねて新しきを知ると。これはなぜそんなことを新聞で私が取り上げようと思い立ったかと申しますと、暮らし方がもう大きく変わったわけです。先ほど申し上げたように、戦後、今年は50年を過ぎましたけれども、物のない昭和20年代を過ぎて、昭和30年代ぐらいからどんどん生活が便利になりまして、既製品によって私たちは苦労から解放されました。これは女性たちにとっては大変な福音だったと思います。そのために共働きもできるようになり、女性たちがもっと自分をよりよく開花させるために勉強することもできるようになり、趣味に勤しむこともできるようになって、で、随分こう生活が豊かになったはずなんですね。しかし一方では、生活が変わって古いものを惜しげもなくどんどん切り捨てたっていうことは、一体私たちにどういう意味をもたらすんだろうかと。それから明治時代の女性たちが担ってきたことはどういう姿で現在残っており、どういうことで私たちにとって学ぶべきものがあるんだろうかと、そういうことを知るために温故知新というシリーズをやったことがございました。で、中身はもう申し上げた通り、明治生まれの女性たちの衣食住に関すること、あるいは子育てに関すること、あるいは、しつけとかですね、礼儀作法とかですね、そういったことを1年間ずっと1週間に一遍でしたけど連載いたしました。で、古きを訪ねて新しきを知ろうと思ってやったんですが、そこで分かりましたことは、もう便利になっていまして、インスタント食品もあれば、既製品の医療品もあれば、学校行けばもう1から10まで全部専門家が子どもたちに教えてくれる、礼法の教室もあるというようなことになってまいりますと、親が子どもにするべきこととかですね、家庭で主婦が担うべきことっていうのが非常に変わってきてしまって、昔のことをいくら聞いたってさほど役に立たないというか、それは知識としては面白いけれども実際にはあんまり役に立たないと、そういったことが随分ございました。しかしにもかかわらず、人の生き方としてですね、工夫するとか考えるとか努力するとか、いろいろ神経を使うとか、いろんなことがありまして、例えばご飯を薪で炊くということ一つとってみても、人の成長には随分大きく貢献してるんだっていうことが分かって、そんなことなどを毎週1回50回ほど連載したわけです。